皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ、泥棒かといったこのルイ君、攻撃76、能力値が非常に高いです。もしかするとイギナシ真っ赤になるかもしれません。どうなるか分かりませんか。あ、大丈夫かな。あ、大丈夫そうですね。 OKOK、 警報鳴ったけど OKOK。 これ何、連合か。あいつらズブズブだかんな。あ、来たわ。牙向いてきた。やっぱきたね。ちょっと待ちな。発表を行うってだけだね。あれ、敵対してない。あ、赤くなった。今赤くなったな、お前。赤くなったってことはお前そういうことだよな。やる気満々ってことでいいね。よし。あー、フリ君がやられる。やばい。倒して倒して。やばいね、フリックがなぶられてる。あー、足なくなっちゃった。やられたわ。お、いい部位持ってんね。いいですよ、ここ。高品質は大歓迎。高品質は大歓迎ですね。持っときましょう。これも刀も。こっちいらね。そう、なかなかにお金になるんだよね。ペニューズやっとけ。おい、行け。二人いれば大丈夫だろう。問題はこっちだな。フリ君が途中までよく耐えてた。すいけ。押せ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 。ヘッドショットさん急いで。急げ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 。あれ、足打たれたっぽい。急に足遅くなった。はい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 。構えろ。撃て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 。おお、もう侍連合も敵だ。よしよしよし。フリック君救出しなきゃ。担ぐ。よし。なんだ、この侍は見かけ倒しだったか。隊長クラスがやっぱいいもん持ってるかな。ねえ。ここら辺どう？普通投球、トゲカブト36の55。頭部確定で守ってくれるけどな、ちょっとなかなかにだね。回収班が欲しいな。武器回収班、武器防具回収班よ、急げ。素晴らしい。高品質だけもらっていくぞ。はい、ダメだ、見かけ倒しか。右か、リップ君は右か。待ってろ、緊急手術を行います。マッドサイエンティスト、いけ。手術完了。あれ、そういえばあれだね、あのタイプの全然いないね、見かけないね。なんだっけ、あのタイプって、そうそうそう、ここのシャツがさ、そう、このタイプ
ハイブタイプがいないよね。よくよく見たら。いればね、装備もらえるんだけどね。もらえるっていう言い方あれだけど。あれ、ナイフさん。マジか、動かねえ。そういうのやめてよ。困っちゃうんだから。ほい。さあ、戻ろう。よしよしよし。はいはい。はいはい、いいよいいよいいよ。はいはい。オッケー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 。よーし、オッケー。ちょっとダメージ大きいね。この死にかけ下ろしよっか。裏よ。もう、よし、ちょっと、じゃあこいつを眺めながら。ちょっとね、回復しとかないとね。助けに来させないよという意志が、垣間見えます。誰持ってるっけ？ヘッドショットさんが持ってるね。ほい。ほい。ほい。さあ、回復できる人からどんどんしてって。はいよー。どんどんしてって。はい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 。こんなもんでどうでしょう。あ、ぴったし8個。ほい。はいはい。よし、もうこれ100になれば終わりだからな、こいつも。あとは、リアさん。よし。一つ8個を滅ぼしましたね。はい。よし。まあ、治ったね。もうサクッとみんな回復してね。行きましょうよ。ウリック寝てなきゃダメよ。これ大丈夫か？お。危ねえ。なんか来てたっぽかったな、今。シェードさん、ディグナさんやばいね。食らいすぎたわ。ん？危ない。いつね、サクッとさらわれるかわかんないからね。フェニウェイでも寝てな。これは、あ、ビープくんもか。ビープくんもね、はい、寝てな。もう最強になる前にね、もうね、全身義足になるよね、多分ね。なかなか育てんの大変よ、このタイプ。75だもん。ほぼほぼキッズと変わらないぐらいだからね。ちょっと強いやつね、バグマスターとかのね、一撃で飛んでっちゃうからね、多分ね。まあ、ティンフィストは耐えらんないだろうね。ワンパン確定でしょうね。どんな防具持っても無理じゃない？ 75 じゃ多分絶対手足飛ぶよ。よし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 。さあ、今日はこの後は、ストーンキャンプをやりましたので、ボトノスだね、最初の。お、なんか来た。ポートノース行って、まあ、円に沿っていくみたいなね。感じでいいんじゃないでしょうかね。まあ、諸悪の根源を断つというところでね。もう再起不能な状態にするという形で、もう幕切れという形に今のところね。まあ一応探しますけれども、多分いないでしょうね。スワンプの方行っちゃってる時点で多分ね、もう違うと思うんだよね。あら、タイレつくんでね。平気なのかい？あ、来た。ほら、来た。うら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 。そう、やっちまえ。おいね、ペニワイズ。やっていくね。あ、ディグナさん、そっか、防御体制か。こんなもんでしょう。バックビーストがやっぱね、育てると、動物は育てると強いですね。肉抜かれちゃうと一発アウトだけど。で、ここら辺。
ちょっと怖いのが、解体してね、クラッシュするパターンよね。途中途中でセーブしとこうか。なかなかにあるからね、これ。固まるんですよね、画面が。あ、お客が来た。あ、お客が来た。あ、来た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 。あ、どんどんどん、あ、キッズ。待って、問答無用でやっちゃったわ。問答無用でやった。ベンヤミン。チェッティ。別にやんなくていいんだけどね。なんか、あれ、どこまで行くの？ヒソサレが死んだんだ。好きなところへ行っていいと。救助した万歳。あ、いいですね。もう娘は助かんない。娘は助かんないっていうかわかんないけど。行方不明になってしまったけども。こういう形で、せめてものという形でね。若干切りかかってた気がするんだけど。ほいほい。ほい。まあ、こう考えると、反奴隷主義と同じ考えになるんで、今回、まあ、ティンフィスとは味方という形になりますよね。一応。まあ、そういう形だから、まあ、一番厄介な敵。一対一一番強いだろうね、あいつ。他いるかな？バグマスターとどっち強いかな？いや、でもね、格闘は一対一ほんと半端ないからね。多対一になるとね、回避行動がね、長いんで、ちょっときついんですけど、それでも5人で囲んでも奴が一発繰り出せば200出すからね。ジャンプ攻撃来た瞬間にもう頭かち割られちゃうからね。だ、それを加味しても、そうだね、やっぱね、格闘はえぐいよね。1対1という場において、バグマスターよりも強いんじゃねえかな、多分。バグマスター装備つけてないしね。まあ、ティンフィストもそうですけど。まあ、フェニックスとか、うん、そういうのに比べても筋力もあるだろうしね。遅いね。ビープくんだよ、多分遅いの。あ、やばい。今いるじゃない。このビープくんの遅さ、どうにもなんねえなもんな。しょうがないね。持ってる武器は持ってる武器だから。はい。スピード早めていきましょう。ポートノース行って、ポートサウス行ってたね。あれはどうせまたあれでしょう。あ、ノーアウトローか。どうせ近づきは攻撃していくんだから。ね。分かってましたよ。やる気満々なのが。行け！力の差を見せつけろ！はい、けい。ガンガン行こうぜ。後ろから隙間。大丈夫？絶対来るんじゃない？蹂躙。でもこのゲームやっぱね、なんだかんだ言って、こうガーン、コツ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 やればね、こう、格上にも勝てるようになるっていうのはね、大きいですよね。あれ、どっちに狙ってる？あの隙間。どっちを狙ってんだ？手前行く？やべ、俺がなすりつけたみたいになった。まあ、テックハンターならやってくれるでしょうと。そう、ちゃんとね、育てれば、こう、コツ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 、例えば自分よりもちょっと上ぐらい。で、あと、数的優位。おー、ちょっと待って。で、戦えばね、まあ、なんだかんだ言ってダメージは負うけど、手足さえ飛ばなきゃなんとかなるというね、この世界。だ、こういうのは、まあ、理不尽的に強いのも、まあ、中にはいるけど、でも、それらをどうにかするための、こう、クロスボウとかでね。バグマスターだってクロスボウ食らえば、ひとたまりもないですからね。ヘッドショットさんの、これ。これ。これ、5人いりゃいけんじゃない？多分。5人いりゃ多分ね、あれ、すぐだよ。近づく前。固まってないようにするけどね。離した状態で。やればね、サクッと勝てちゃいますからね、格上に。ところどころ引っかかんね。
まあ、ただね、ティンフィストだけは、あいつだけは例外じゃねえかな。硬いんだよね。硬い、とにかく。これ誰？賞金稼ぎじゃん。こいつらまた玉乗りしてくからな、そのうち。前回もやってきたからな。大丈夫かな？ん？なんかいる？たまに赤くなるよね。さて、もうこっからは最初からよね。最初から。ああ、ここもブラックだ。え、ここでいいんだよね。ゴー！グーさあ、おっ危ねえ。バックビストグー、いけいけいけ、違う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 、ああいいよ。おっとっとっと、砂人ジョニーさん誘導しないとダメね。バックビスト行くとこ違ってたよ。よし、オッケー。さあ、倒していくぞ。あれ、フリック君遅いね。どっか別のとこで戦ったかな。さあ。前進。ああ、もう、早いよ。早いわ。トレーダーズギルド目の前か。いたね。これはね、相手はこうしないとね、モサをうちも用意しないと。ほら行け。もうビープ君何もできない。そう行け。お、キッズ。ああ、いないよね。そりゃそうだ。さあ、武器とか奪ってけ。引導渡してやりな。はい。強いかんね、こいつら。この人、どう、武器。防具とかどうですかね。いいもんあります？もうほら、スタッタッサッサッサって、もう、サクッと武器だけ持っていきましたからね。はい、いけ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 、じわりじわりと。よし。うん、やっぱね、質は高いんだよな、こっちの方が。これでいいや。普通等級。ああ、高品質の靴か。まあ、靴だけはもらっとくか。あれ、武器募集しとかないとね。募集。中は大丈夫でしょう。フィニウェイズ。スイケ。ガード。はい。まあ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 。ペニュワイズ行け、リベンジリベンジ。あ、行け。あー、果てた、いいね。あ、痛い。あー、キャラバンガード。結局来るんだよ。俺行け、キャラバンガード行け。格闘を見せつけろ。はい。まあこうなるよね。キッズよ、キッズを防御。あ、いた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 。撃て。いけ。さあ、今回は大丈夫。いや、大丈夫じゃないね、それ。危ない。あれ、ディアさんこんな強かったっけ。あれ、あれ、こんな強かったっけ。あ、このドレッシャーもやるじゃない。おい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 。ほいほい。あ、痛い。
ああ、奴隷狩りも来た。もうやり放題。やりたい放題始まっております。これは?やりたい放題の中、すかさず食料確保。わかってる。薬品も大事だよね。スケルトン治療キットいいね。あ、もう、バーンさんもいないんだっけ。師匠いねえじゃん。そうだよ。師匠も散ってしまったっけ。サットニール君も散ってたのか。まあ、それでも使うけどね。悲しい。ナイフさ。持てんじゃない?持ちな。よし。もう一匹ぐらいいない?おい、どうして?奴隷狩りが。君たちのせいかもしれないからね。何か、あっと、ちょっと行き過ぎじゃない?大丈夫それ。ああ、奴隷ショーになってしまったか。引導を渡すしかなくなってしまってた、もう。ふい。お、お。ウリック君。はい、痛い。俺多分こいつからやるべきだと思う、先にね。おーおー。ほい。ほい。ほい。そいけ。そいけ。あっ。もう容赦ないかね、ヘッドショットさん。盗みのクソ野郎め。奴を撃てって言っても、撃つ人はいないんだね。あれ?どっかで撃たれてた今。撃ってんのいるわ。行け!さあ逃げるんだ。よし。さあさあみんな逃げろ。ペニウェイズ足やられてる?やべえな。だいぶ来てた。トレーダーズギルドいるね。よし、やったか。刀にしよう。高品質の頭いいね。いただき。おっと、これもいただき。素晴らしい。ありがとう。で、そう、オッケー。いけえ。ほら。起き上がってきた。あ。フェニガイズ。え?どうした?さっきまで頑張ってたじゃん。困っちゃうね、それ。いけ。いけ。よし。危ないからね。奪っときましょう。いやー、なかなかにね、やっぱね、火力がないと殲滅できないよね。あ、ここあるじゃんね。ノーブルハウスよ。ここが本ちゃんと言ってもいいとこだろう。さあ、みんなおいで。ここを倒せば。そもそももう見てみない?だってさ、トレーダーズギルドとここがもう提携してるんでしょ?ここで得た資源を、要はトレーダーズギルドが売る。そういう、そういうあれでしょ?できてるんでしょ?そういう関係がさ。吸い出せ。吸い出せって何よ。あっち開いたんだよね。行こう。空いたのなら行こうじゃないか。さあ、二人して乗り込むか。ゴー。出てきたな。諸悪の根源どもめ。ああ、できたできた。あ、いた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 。
根源ども打ち払え。レディーかな。さあ行け。ちょっと強めだね。あ、ちょっときついね。ほいけ。そういけ。ああ、いい回復場入れてんね。おい、1対1。ここまで強くなったか。ほい。そういけ。ネット打ちにしろ。いつの間にか形勢逆転してたら困るけどね。よしよしよし。大方やってんじゃない？行け。ほい。さあ、倒していけ。帝国この F 度 65! ちょっと強めだね、こりゃ。勝てわ。さすがにやりますね。これもやるんじゃない？じゃあ。帝国この F 度。致命傷まで来てんね。それぞれがいい感じで対応してくれてるからね。バックベース行け。よし、いい一撃の割にシェードさん全然食らってないね。こんなとこかな。靴は26の42、26の39。あ、そっか、これ3体制ついてないんだっけ。そっか、このモッドの時は3体制とか。おーべ、キッズが。よし、よくやった。棒に盾つくな。いけ。腐った方作りやがって。ほいほいほい。リーダーさん普通に強いけど。あれとか指どうした？弾あるよね。このエフードはなかなかに強かったね。こいつらの装備は期待できるのではって思いたいとこだけど。逃げてったわ。あ、もらっちゃおうか。何を買ってんの俺。何を取引してんの俺。買ってるわ。そんなことある？そんなことある？あ、名刀だって、いただいたぜって感じでね。目の前で堂々と。熟練投球か、22の35。そうでもねえんだよな、もらっとくか。もらっとくか。すいけ。あれ？レンさん倒れたね。やるじゃねえか。59だからね。倒せ。あ、さすがに撃たれちゃね、油断したなってとこですよね。あ、それにしても金取られたな。金返せよ、まったく。あれ、意外と装備があれですね。高品質。なかなか、あれかね、側近の人たちじゃないとそういうのない感じ？俺持っててもしょうがないね。4000で売れる。うんうん。まあまあ、こんな感じでしょう。レンさんも倒れてるってことは結構それなりに戦闘やばいんじゃない？あの意識不明者もどうにかしないといけないけど。あー、また腕もねえわ、もう。一試合するごとによ。どっかしらの部位欠損していっちゃうね。まかないないよ。ビップくん。というところで、とりあえずここも倒したし十分でしょう。あとはこれ担いで。でよ。やべ、なんか来る。うーわ、また奴隷招待。だよねー。また奴隷招待行きます。左っかにもいるな。あれ大丈夫か、侍。うん、これ曲がってきてね。えぐい、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 えぐい。
あ、えぐいかもしんない。早く、早く殲滅しろ。たどり着く前、あ、そっか。いないかな、アイコ。アイコいない？まあ、いないよね。うん、いないわ。あ、ここ、ここ、ここ、この、このメンツ。はい。はい。はい。いねえわ。マジでどうにんだろうね。まあ、しょうがないね。とりあえず、解放だけするだけして、今日は終わりにしようか。大丈夫？まあ、侍たち向こう行ったね。よし、まあ、こんなとこでしょう。さあ、残す奴隷地に関しては、ポートサウスとサウスストーンキャンプ、あと2つ、2、3個じゃないやと。ね。よし。誰か、キッズたち仲間になるかな。いや、5人揃ったら、あれが、5人揃えば、ダメか。入んねえか。5人のキッズが揃うとき、あー、ドラゴンボール的な感じで行きたかったのに、ダメのようだ。あれ、バックビスト倒れてる？バックビストも回収して。いやー、使いてえなー。これ、これ、これ使いてえなー。ダメだなー。5人揃わないわ。あれ？これキッズ倒れてんじゃん。おーおー、マジかい、マジかい。さあ、こいつもね、もう終わるから、よし、持ってこう。回復させちゃダメよ。さあて、はい、逃げるよ。さあ、逃げて、逃げて、逃げて。よし。ああ、治療だけしてるね。すべてが終わった後だったよ、君たちの。よし。まあ、ここでいいでしょう。これ、下手に下ろすと助けに行くかな。もうちょっと奥まで行った方がいいか。もうちょっと奥まで行って、で、ここら辺でまあね、ベッド立てて、回復させて、次回ね、やっていきたいなと、思います。まあ、場合によってはもう先にちょっと、移動しておきたいと思います。このポートサウスの方までね。で、そっからポートサウスやって、サウスストーンキャンプをとりあえずやって、あと奴隷の地やって、岩礁？これ岩礁？なんつうんだろうね。やって、終わりにしようか。いないもんね、もう。もう見当たんないんで、ちょっとそれで、とりあえず奴隷解放だけするっていう形でね、終わりにしていけたらな、と思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。